なるほど。どうもブリッジです。はい、今回はですね、はいはい、ミックスボイスとは何かっていうのをですね、うん、まあ、僕たちハリウッド式の、ボイストレーナーが、まあ、どう考えてるかっていうのをちょっと今日話していこうかなって思うんですけれども、はいはい、結構気になってる方って多いと思うんですよ。ミックスボイスっていろんな考え方が実際あるじゃないですか、はいはい、なんかよくあるのって、うん、例えばほら地声でこう出していくのが、はい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 、ミックスボイスだみたいな、それで上まで、ね、はいはい、うん、あるし、あと裏声を強くしていくとミックスボイスとか、いろいろありますよね。確かにね、うん、科学的に実際何かっていうのを証明されてもいない場所でもあるんですよね、このミックスボイスっていうのはね。ミックスボイスっていうその言葉自体がどうなのかっていう考え方もあったりするので、あ、そうだよね、うん、まさに地声でこう入ってこうみたいな人たちの中にはそういう風に主張してる人もいますよね、うん、諸説いろいろありますけど、僕たちがじゃあ捉えているミックスってどういうものになりますかね。低音から高音まで一本にこう繋がってる状態、はいはい、その時に叫んだりとか、はい、ひっくり返っちゃったりとか、うんうんうん、そういうのが起こらずにスムーズにこう一本に繋がってるような状態。あー、なるほどなるほど。下から上まで行く時に声がこう2つに分かれちゃったりする方って多いと思うんですけど、うん、そういうことがなく どっかで切り替えてる感じもなく上まで行ってるなみたいなやつですよね。そうそうそう、声的に。あー、ああ、繋がって聞こえますわ今。これを僕たちはじゃあミックスという風に捉えてるってことですよね。そうそうそう、例えば、うん、ああとか、ああ今分かりましたかね。こうボリュームが大きくなって途中で急激にボリュームが小さくなったのは分かったと思うんですけど、こういうやつとかは、うん、あのミックスボイスできてないっていう状態。ああ、なるほど。結構これはまあ音域的にそういう風にできることだから、まあミックスボイスっていう声の種類ではなく、うん、こうやって下から上まで上がっていけるっていう技術的なことを僕たちはミックスボイスができることっていう風に捉えてるってことですよね。そうだね、はい、うん、ちょっとマニアックな話をちょっとしていこうかなと思うんですが、うんうん、せっかくですから、これって声帯的にはじゃあどうなってるんだっていうことを気にしてる方もいらっしゃると思うんですよ。声帯的にはですね、うん、はい、あの声帯ってこう2つのひだになってるんですけど、うん、この喉仏のちょっと下の裏あたりに、ね、はい、爪ぐらいのサイズの2つのひだがついていて、ちっちゃいんですよね、表に小さいんですよ、うん、でそれがこういう振動を起こして、はい、この振動を起こすことで、うん、あの声が出るっていう仕組みなんだけど、はい、この振動を起こす時の、うん、この縦 の振動を起こす時、こう接触するだけじゃなくて、こういう縦の接触が起こるんですね、はい、下から上にこう合わさるくっつく感じ、はい、この時のこの縦の分厚さっていうのがしっかり出てる状態がまず低音で起こっていて、はい、うん、でこれがだんだんこう高い音になっていくにつれて、うんうん、この分厚い振動が少しずつこう間引かれていくような感じになるわけです、はい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 、でこの振動の名前をモーダルレジスタっていうふうに言うんですけど、あ、そうですね、あああ、なるほど。そういうことが実際には声帯で起こってるということなんですよね、うんうん、でさっきのハルさんのダメられって言ったら失礼ですけど、あの叫んでひっくり返ってしまった時っていうのは、うん、それが起これてないんですよ。ああ、はい、今のって言ったらだからモーダルレジスターの状態で間引いていかなきゃいけないのが熱いままで上がってって限界が来て急にパーってこう上だけが当たる状態になってしまってる。そうそうそう、でこれもまたお名前があるんですよね、この状態。そうそうそう、この一部しか接触しない状態っていうのをファルセットレジスター、はい、これをちゃんとモーダルをこうちょっとキープしながら上に上がっていかないと先みたいにコネクションできないっていう、で、まあ、難しいなこれっていう方いらっしゃると思うんですけど、僕が結構こうイメージで捉えるミックスっていうのもあって、うん、僕結構生徒には色で言ったりするんですよ。あ、はい、だから低音域を黒で高音域をじゃあ白だとすると、うん、はいはい、それをうまいこと黒から濃いグレー、ノーマルなグレーで薄いグレーで徐々にこう白に変わっていくっていうことが、うん、ここでグラデーション描いていくとさっきみたいなハルさんみたいな声になるっていうイメージで教えたりするんですね。ああ、わかりやすいですね。あ、本当ですか、うんうんうん、あ、これだとなんかまたちょっと違う捉え方なんですけど、うん、でさっきのハルさんの悪い状態っていうのは黒のままグーッと上がってって、で上の方で色をグレーにしていかなきゃいけないんですけど、めっちゃ黒になって急にパンって白に変わってる状態、あれだとだからミックスとは言えないっていう。
あとは何だろうな、富士山とか綺麗な富士山をイメージしたりもするんですけど、はい、お裾の遠くから上に上がっていく、こう滑らかに上がっていくことがミックス、うん、で、うん、さっきの春さんっていうのはもうぐわ直角にぐわ上がってって急にパコンっていう登れないでそんな山っていう、うん、なるほどね、そう、そういう風な教え方もしたりはしますけど、うんうんうん、そうやって捉えるとすごい分かりやすいですね、うん、で、うん、そのつながりっていうのが、うん、取れてれば、まあ、ある意味その音のタイプとか、うん、そういうのってさまざまあってもいい、はいはいはい、考えもありますよね、うん、例えば、あーって言って、あー、これでもつながってる、つながってるし、うんうん、あとは、あー、はいはいはい、つながってる、つながってます、ね、うんうんうん、今って言ったら高音を上げたり下げたりしてる状態なんですけど、うん、声帯のさっきの状態っていうのはキープできてるから声がちゃんとつながってるっていうことになるんですよね。そう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 、うん、広い意味だったら、うん、それって、まあ、まずこうつながればミックスできてるっていうふうに言えると思うし、うんうん、はい、あとはまあそのクオリティを上げていくっていうふうに考えてきたら、うんうんうん、今みたいなのこういろいろできるようにしてたり、うんうんうん、まあ、どれか1個しかできないみたいなね、例えば喉が上がった状態でしかできないとか、うんうんうん、そういう状態だけじゃなくて、うん、ちゃんと意図的に喉を上げたり下げたり、はいはい、真ん中あたりを狙えるようにしたりとか、うん、そういうところまでできて初めてそのミックスボイスのクオリティがすごい上がる、あー、なるほど、自由に扱えるっていう状態っていうことですよね、うんうん、僕思うんですけど、うん、なんかそうやってやろうとしてなんかここがむずいみたいなとこないですか、なんか大き的に、はいはいはい、そうね、そうね、なんか叫んじゃったりとかひっくり返っちゃう場所がなんかあるんですよっていう方が多いと思うんですけど、うんうん、確かにね、それすごい不思議だよね不思議、なんで低音だと楽なのに、うん、なんか真ん中あたりにあるわけですよ、うん、そうなんですよ、そこを、うん、実は上手に説明できる概念っていうのがありまして、はい、それが僕らのチャンネルで、そうか、そうだよねもうそれを名乗ってるわけです僕らね、うん、ブリッジですよね、ブリッジっていう、はい、でそこの音域なんですけど、うん、そこだと今の春さんみたく綺麗に上に上がっていくバランスを取って上がっていくのが難しいっていうことになるんですよね、うん、これじゃあちょっと次そのブリッジのことを知りたいなって思うと思うので、あー、説明ねしたいですね、はい、なのでまたじゃあ次の動画で、じゃあ今回皆さん僕らの考えのミックスボイスっていうのが分かっていただけたら嬉しいですので、ということで今回の動画が参考になったという方はですね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回楽しみにしていてください。ブリッジでした。